大河平城は、現在の宮崎県海老野市大河平岸屋敷にあった山城。正木き委員の領主、北原氏に従属していた大河、平氏の最初の城である。大友氏に敗れ、八代より北原氏を頼ってきた菊池支所流の八代隆屋は、いいのと三津山、さらに、クルソン京都の境に位置する大河平の、飛行120メートルの台地にある丘陵に城を建てた。 それが、大河平城である。縄張りは東西に310メートル、南北に200メートル、東から北東にかけて、土塁や霧岸があり、西には4つの核があったが、防御のための堅固な失礼は施されていなかった。八代氏はその丘陵の南の麓に屋敷を建てて、住まうと、以後より、大河平氏を名乗る。北原氏が、伊東氏により、 家督と領地を散脱され衰退すると、大河平氏は、薩摩国の島津義弘に義見を通じたが、A65 年大河平城は、伊藤勢454に吸収される。家督を継いでいた、高志屋の孫の大河、平高都はこれを防ぎきり、さらに城より打って出て、伊藤勢を追い返した。しかしその後、大河平城は、健城ではないことから、島津義弘の命により、 タイが平城の西側にある謙遜な丘陵へ新たに城を築くよう命じられる。そうして完成した今木が以後よりタイが平氏の本城となった。ありがとうございます。